はい、環境に入りましたけども、立ち上がるときにすごい体が痛いですが、気にせずいきたいと思います。結構今回捕まされた感が強いと思うんで、どっちからいきますか。これ新しい箱パッケージの箱か、古い箱のパッケージ、古い方からいく。じゃあ新しいやつを最後。まあ僕はもう本当ヘビーユーザーなんだね。はい、こんな感じですね。なんでこれがあるんだろうな。サラダの国のトマト姫。あ、ランク A なのか。ランク A を4個買ってるってことでしょ、これじゃあ。まあまあまあ、ちょっと切れてるし、もう潰れててもランク A っていうのはもう当たり前なんすかね、これね。これも女性が見てたの、マジで。女性って結構ね、こういうとこも若いのかなと思ったりするんですけど、これをランク A としますか。潰れてて値札がハートがこんだけビシッとあって、ランク A にしちゃいますか。ってことですかね。中は普通であります。ランク A であることは揺るぎないですね。まあちょっと他のやつからいきますね。チャレンジャー。状態、箱状態難。って書いてありますね。これはもうダメですね、多分ね。首の皮1枚で1個耳が残ってましたね。これ何この色。じゃれ、あ、違う。これね、アイレムさんのオレンジのやつかと思ったんですけど、日焼けっすね。じゃれこさんのやつだって。すげえ状態だな、なんつって言ってますけどもね、これね。そしてまあまあ、これは、メモリカセットですね。これ A？ これまあ結構茶色じゃないですか。まあまあ、さっきとかのやつを見てみるとわかると思うんですけど、これさっきのやつですね。これ A ですからね。これはね、期待してるというかね、これですよ。ウィザードリーガチャですよね。これまあ、ウィザードリー2は比較的カードが入ってることで有名だったじゃないですか。今までのウィザードリーガチャではですよ。50% は結構入ったと思うんですよ。だから、2枚入ってればまあいいんですけど、4枚入ったりしたらもう死の運がいいと言っても過言ではないですね。いきますね。これランク A なのか？マジで、ちょっとまあ、ランク A なんですよ。まあまあ、要はカードですよ、今回に関しては。ん？入ってない？ない。ない。坊主だ。じゃあ2個目いかせていただきます。やばそうな雰囲気。マジで抜かれてるのか、これひょっとして。マジで入ってないよ、カードが。3個目。これ抜いてない、マジで。マジで抜いてない。1回もないかもしれないほど運悪い。ラスト、これも結構綺麗。ランク A、全部ランク A なんですけどね。完全に抜かれた。だってこんなことありえないもん、絶対。マジで抜いて別販売してんの、これ本当に。こんなこと絶対ありえないですもん、だってこんな綺麗でカードだけないなんてありえないじゃないですか。という箱でしたね。ウィザードリー2箱説あり、ランク A、580円、サラダの国のトマト姫、ランク A、900円、チャレンジャー箱状態難、660円、 SF メモリーカセットランク A 箱説なし、1795円、5675円ということですね。凄まじいハズレですね。なんか怖えな、今のウィザードリーのハズレ見たじゃないですか。抜いた感があったじゃないですか。これがまあ売った人がこうだったらまあいいんですけど、そうするとメモリーカセットもね、なかなか偏ってくるんじゃないでしょうかね。怖いな、怖いな。はい、ということでね、前代未聞のハズレが出ましたけどもね、最後こちら駿河屋箱の入箱ですね。なんか初めてこれ届いた時、なんかこうパパパって綺麗に取れたんですけどね、なんかこれ再利用した感が結構ありますね。クラフトテープで留めてあるっていうのね。これは当たりも外れもないような気がするんだけど。あ、ゲームが一応入ってる。あ、入ってはいたけど、まあまあ、このピカピカバルーンですよね。テレサ、スター。こちらですね。ランク B、ゼビウス。まあまあ、こう切れてますね。ランク B、ゼビウス。はい。まあ、普通にベタに汚いですね。ちょっとランク B も当たんないし、ランク A も結構汚かったし、なんか今日やばいっすね。違うもの入ってたし。そして、これですね、 SF メモリーカセットの箱説なしのランク A、
そして、最後もこちらですね、 SF メモリカセットのこれちょっとまあランク A ですよ、こんだけ色が違ってもね。富士富士、はい、今回のね MVP なんですけどもね、モストバリアブル、違う MVP じゃないです、プレイヤーじゃないですね、 MVS ですね、モストバリアブル駿河屋タワーですけども、やっぱりこれじゃないですかね。3個あって、全部箱接がついてた GB メモリーカートリッジじゃないでしょうかね。いや今回でも全体的に大外れですからね。で、一番の外れは多分そっちにもう紛れ込んじゃったと思うんですけども、ダイオードなしと書いてあったのにダイオードありのスペランカーでしょうかね。これが、モストバリアブルクソゲーですかゲームの内容じゃないですか、 なんだろうモストバリアブル、モストバリアブルがっかりゲームですかね、モストバリアブル G ですね、モストバリアブルがっかりが、スペランカのダイオードなしがダイオードありだったってやつですかね。ということで今回は全体的にかなりの大外れだったと思いますけどもね、次はもっと慎重に買ってちょっと考え直したいななんて思っております。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。富士富士富士。